はい、皆さんこんにちは。今日はですね、はるくんの代わりにコンビニでドラゴンボールウェアハウスを買ってきました。はい、中にはビックリマンチョコみたいなシールが入っているので、早速開封していきたいと思います。はい、それじゃあ1個ずつ開けていきたいと思います。お、なんかウェアハウス白い、なんか。はい、じゃあシール、じゃじゃん、ベジータスーパーサイヤ人ゴッド、赤いボールに包まれたサイヤ人、神の姿ブローリーとの戦いの序盤だそうですね。はい、こんな感じです。はい、2個目では開けていきます。じゃじゃん、バーダック&ギネ、悟空の父と母フリーザの企みに感づいたバーダックは、下級戦士とハンダスやと悟空を助けるために地球に飛ばすことを決めた。バーダックのギネ、お、これもしかして、もしかして、違うか、あ、これノーマル、ノーマルのシールですね。はい、残念でした。はい、3パック目いきましょう。お、カンバーだって。え、これ、あ、すごい、え、ゴッドレアが出ました。すごいじゃん。ゴッドレアは、3枚ありますね、多分。パワーもハテナハテナハテナになってますね。はい、じゃあ4パック目いきたいと思います。じゃじゃん、ゴールデンフリーザ、これはレア、レアですね。はい、これベジータ&ナッパノーマルですね、残念ながら。じゃ次いきます。はい、じゃあ次いきます。じゃあ開けますね。じゃじゃん、ベジットスーパーレア、はい、ベジットです。なんか結構いいのばっかりが出てますね。ノーマルがまだ2枚ぐらいしか出てません。はい、ラディッチですね、悟空の兄、え、おったん孫悟空ってお兄ちゃん、え、やばくない、髪の毛、ゆうちゃんの兄でもある。え、何それ、どういう意味か分からんで、チャーチ兄弟じゃん。あれ、あ、もう最後でした、これが。いやまだあるはずや、それ。そう、それは入ってるよ、入ってる、本当だ、これこれこれ入ってる。え、嘘、え、そうそう、 パパがつまみ食いした。じゃじゃん、ブローリーノーマルですね。はい、じゃあおさらいしていきます。じゃあまずこれベジットですね、これはスーパーレアとなっております。はい、でこちらゴールデンフリーザ、レアですね。でこちらバーダッカンでギネ、これはノーマルです。はい、ブローリー、これもノーマルですね。そしてベジータ、これはレアです。そしてそしてラディッツ、ノーマルですね。はい、これカンバーゴッドレア、そして最後にベジータ&ナッパノーマルです。はい、こんな感じとなっておりました。はい、じゃあということでね、食べていこう。え、どれ買って、どれ食べたっけさっき。え、どれか分からなかった。いただきます。やっぱりウェアハウス系のね、なんか開封はいいですね、食べれるので、とにかく食べれるので嬉しいです。はい、今日はですね、ドラゴンボールのウェアハウスを開封してみましたということでね、ウェアハウスは美味しくいただきましたっていうね、ちょっと今回もね、まあ、やっぱりスーパーゴッドレアが出てないので、またいつか出るまで開封できたら面白いなと思います。はい、そしてまたね、スーパーゴッドレアのシークレットも気になるんで、もうそれが出るまでダン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 開封していきたいと思います。ということで、皆さんもぜひね、ウェアハウス美味しいし、あの、ぜひドラゴンボールが好きな方は開封してみてください。それではまた見てね、バイバーイ。チャンネル登録はこちらからしてね。バイバーイ。